待たせたな、夕霧殿。少し見ぬ間にアルフィノ殿の目にも武人の輝きが戻ってきた様子。あの時は情けない姿を見せてしまった。しかしいつまでも落ち込んではいられないからね。それに今の私には仲間がいる。一連の騒動の後、我らドマの忍びは行方知れずとなった暁の者らを探すためクリスタルブレイブの動向を監視していたのだ。未だミンフィリア殿や賢人の皆については有力な情報が得られてはおらぬのだが。ラウバーン局長を救出することはウルダハにとっても暁にとっても大きな収穫さ。ホーザン、お主はドーワレやヒギリと共に入り口の警備を引きつけよ。ラウバーン殿の救出は我ら三人で行う。参るぞ。
ここまで来て悪あがきを。そこまでだ、イルベルド。剣を捨て投降しろ。投降だと？女王陛下暗殺に関与した罪人がよく言う。投降すべきはそちらの方ではないか。さて、そもそもナナモ陛下は暗殺されたのか。そちらも一枚岩ではなさそうにお見受けするが。さかしいガキが。貴様も気づいているのだろう。アカツキやエオルゼア各国は貴様の得意な力を利用した。クリスタルブレイブに至っては知名度までもな。故郷を奪還したいと願う俺たちの思いも貴様の力も結局は誰かの思惑に組み込まれ利用され、自由に戦うことすら許されない。それでは救えない。俺たちの祖国を救えんのだ。俺は必ずアラミゴを取り戻してみせる。どんな手を使ってもな。逃がすものか。アルフィノ殿、深追いは禁物だ。それよりラウバーン殿を。オンに切るぞ。何をおっしゃいますか。たとえ地に伏し泥に濡れようとも立ち上がればいい。そのことを私も学んだのです。もとより陛下の恩敵を討つまで屍を晒すつもりはないが、貴様にそう言われればより一層奮い立つというものだ。それにしてもイルベルドめ、この残った腕を七国の魔王に捧げてでも奴だけは地祭りにあげてくれる。ラウバーン局長、ロロリとは未だにナナモ陛下の死を公表していません。この意味がわかりますか。なんだと。奴ならばすぐにでも公表し王政を廃止しそうなものだが。確証はありませんが、もしや。生きておられるというのか。積もる話もあろうが、今は脱出が先決。さあ参ろう。
この再会をどれほど心待ち、神々に願ったことか。父上。おお、ピピンか。それにパパシャン殿もよくぞ。しかし父上、陛下をナナモ様を守りきれず。ナナモ陛下は生きておいでですわ。貴様は。皆様をここにお呼びさせていただいたのはこの私ですの。お初にお目にかかる方もいらっしゃいますわね。私はナルザル教団の大司教にしてサカツ州の一人デュララですわ。ナナモ様が生きておられる、まことであろうな。そちらの冒険者殿、あなたは陛下が倒れられた時現場にいたそうですが、死を確かめたわけではありませんね。しかしイルベルドの奴は確かに殺したと。落ち着きなさいな、ラウバーン殿。それこそが巧妙な罠だったのですよ。テレジ・アデレジを排除するためのね。陛下の暗殺計画自体はテレジ・アデレジの独断なのでしょう。ですがそれを察知したロロリト殿は計画を利用した。あなたを激高させテレジ・アデレジを処断するよう仕向けると、その罪を問うて陛下から遠ざける。つまり己の手を汚さずに政敵を二人同時に廃したのです。ロロリトめ、ではそれではナナモ様は。少々手法に問題はあれど、ロロリト殿は政商は政治によって栄えることを一番理解している方です。おそらくは事情を買収し毒をすり替えた。なるほど、致死毒から昏睡毒に、デューンフォーク族特有のある種の毒への抗体を利用したのですね。ナナモ陛下はいずこかに幽閉されておられるのでしょう。もっとも未だ昏睡状態ではありましょうが。おお、ナナモ様。だからといってロロリトを許すことはできんぞ。ロロリト殿に全く罪がないとは言いませんが、陛下の命を救ったのは紛れもない事実。彼は権力志向の強い男ではありますが、王政の転覆など狙ってはおりません。私は王党派でも共和派でもない中立の立場だからこそ、東方からいらした方に情報を流し、あなたが救出されるのを待っていた。この混乱を収束させるのが先決、そういうことですわ。ウルダ派の宝は民。よもや陛下のお言葉を忘れたわけではございませんでしょう。ロロリト殿にはテレジ・アデレジが残した権益でもくれてやればよいのです。ラウバーン殿はナナモ陛下をお救いし、再びサカツ州として支えて差し上げる。それが民のため、陛下のためなのですから。